Kann man denn nicht gehen? Oh, this is my jam. Here we go. お前、この店にはよく来んのか？ I wish. これで二度目だけど、なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺安く見られるのはごめんなんでな。なるほど。お前は偉いよ。確かに見えってのを大事にしてる。Of course he is. おめえもこの世界でのし上がりたきゃ、少しは見習えよ。でも、おめえはそういうタイプじゃねえってことか。ほら、おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳が。Just enjoying this music too much, very sorry. I'm just... This music is my jam. いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。ポリティクス。おやさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやさんに考えがあってのことだ。So we've got their reasons. そうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜ。な。Karaoke。わかった。今日はとことん付き合うぜ。Oh boy, here we go.I love the karaoke here. Okay. I know how this works. Bakamitai, it's the meme, it's the meme! Here we go, it's the meme! Here we go. You will know it. What if you got to sing along? I sing for you.子供なのね、夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ、あんたが好きで好きすぎて、one of the most memeable but also most emotional songs
in this whole game. That was awful. That was an awful. Wait a minute, that was awful. This game is lying to me. That was an awful version. Entertain yourself, wink wink, nudge nudge.知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。あ、おねしき。そりゃお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割には乗り乗りだったじゃねえか。普段からかくれて練習してるんだろ。そんなわけねえだろ。 それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか。付き合えよ。天国天国どうだ。Japanese drinking culture, you always finish the night with ramen. しょうがねえな。わかったよ。 Off we go again. Why is my pager shouting at me? Is it just Nishi telling me to hurry up? Oh, for God's sake. I was going to say that. つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりして何とかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。We will definitely be doing more. マジで聞いてんのシリーズ。そうなんだ。まあ帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあな。 そのうち俺ら二人、8匹でコンサート行ってたりして、お互い想像したくない姿だったな。Here we go to a lovely little ramen shop. Here we are in a lovely little ramen shop. な、おい、なんだよ、全然食ってねえじゃんか。 だからもう食えねって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時頃、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。ただいま続報が入りました。 被害で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい桐生、うん、神室町で殺したと。よくある話だろうが。いやお前、昨夜の取り立て 相手のことを結構痛めつけたって言ってたよな。わあ、why is this being mentioned? こちらが栗原さんの死体が発見った現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえ、ハスター。 この場所はカムロ町で車が取った街ネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなり歪な空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。俺が取り立てたやつだ。おい、お前本当に間違いねえのか。
何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ。組か。I'd rather say HQ as if it's like the fucking FBI or something. 早速呼び出した。事務所に電話してくる。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど。これで風間のおやさんの立場も危うくなる。何？ Wow, I wonder what's political. つけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやさんに拾われたってことは、堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやさんの責任にもなっちまう。だが、俺がやっちまったことだ。おやさんは関係ない。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。新しきそもそも半年前、おやさんの札にパクられたのも、その3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり敵発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、三人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。シャドウィン。クゼの兄貴がおやっさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。There's a fire. 何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。分かった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまね。 That's my bro. Nishiki's our bro. Quite literally, he's our sworn oath brother.Here we go. First bit of free roam. Only to here. But it's a little bit of free roam. Again, the first fair few episodes of this are going to be very on rails. Just because that's the nature of the game. I do apologise. Well, don't apologise. It's what you signed up for. But I like it. Kiryu da. そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。ああ、はい。ページミー。クゼの兄貴に言われまして。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は、Bang on doing the voices. 若頭補佐のお三方が、キリュウさんをお待ち。Just so people don't have to read. そうか。But I know that some people like subtitles. I won't do voices during cutscenes, but I think from now on I'll do...Maybe from the next set, I'll do voices for what's written, but I won't do voices for the cutscenes. Because the cutscenes in this are pretty bloody amazing. Here we go. Again, we get free roam, but not really, because so much is blocked off. It's my bad, I was walking to the sign there. I'm gonna go to a taxi. I'm gonna go to the big boss.Okay, before we do, anyone who tuned in to these last few episodes, thank you very much. I am so happy for you, and I will see you next time. Bye-bye!